この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。アーパフゼットを早く普通の女の子に戻さなくては。パパじゃなくてユートニウム博士、そんなに心配することないよ。パーパフゼットはパーパフゼットなりに楽しんでるみたいだから。スイッチオン。はい。大変だユートニウム博士。メイヤー東京シティ市長、モンスターが出現して。マイチャンネル。パワーパフゼットの出動を要請する。ピーチ。ありまして、この方程式は。巨大になって世界を征服してやるのだ。ボジョマジャン戦う愛のサイエンスレジェンド、パーパフガールズ Z。 どうします？ファンは大切にしなきゃ。めんどくせえ。おいらもしてもらおうっと。はよ。どうして正義の私たちが悪党のあんたにサインしなくちゃいけないの？してくれたっていいだろ、魔女。ダメ。良い子のモンスターになればあげてもいいんだけど。誰が良い子のモンスターなんかになるもんか、魔女。ぐだぐだ言ってないでとっとと動物園に帰れ。うるせえ、魔女。待てー。園児の命は私が守ります。魔女。イエーイ。大丈夫、気を失っているだけだよ。しばらくお休みしていただきましょう。じゃあ改めて。スーパーツイスター魔女。茶碗が弾かれる。あれ、気をつけて。わかってな。どこ
少し町を壊さないで戦うことはできないのかね。メイヤー市長、パワーパフ Z は正義のために戦っているのです。うん、それは分かっているのだが。ポポ、今ユートニウム博士、何か心配でも。パワーパフ Z のスタミナが。もうやけだ。こいつら少しスピードが落ちたような気がするが、もじょーよっしゃ、ここは一気に攻撃して。あそこのお店のアイスクリーム美味しいんだ。ケン、うちにも買ってあったろ。戦いの途中で仲良くアイスクリームを食べるなんて、なんて不謹慎な。メイヤー市長、あの店のアイスクリームです。いけるじゃないか。スタミナ補給です。おいらも美味しいと思う。もじょ、そこの悪ザル、園児たちを閉じ込めている大きい鳥かごの鍵を開けなさい。園長先生、あのばあさんを人質にすればパワーパフ Z に勝てるかも。え、今あんたなんて言った。なんにも。魔女ロボーン。あれ、いつまでもアイスクリームを食べてないで必殺技で戦うのです。今回の事件もパワーパフ Z の活躍で解決しました。あ、そう、それにしてもいけるね、このアイスクリーム。私たちの秘密はこの後すぐ。見てくださいね、特別なんだからな。パワパフガールズ Z がどうして誕生したかというと、1ヶ月前の研究所。パパ、じゃあまたユートニウム博士、お茶にしましょう。そうだね。ケミカル X の分析は進んでいますか？うん、なかなか思うようには進まないよ。ケミカル X にいろんな液体や化合物を合わせてみているんだが、分子構造を劇的に変化させるような新しい化学反応は全く起きないね。お、うまそう、大福だ。どれ、一ついただこうか。ピーチも大福食べたいの？博士が開発したデジタル犬も大福を好きとはね。待って、今あげるから。
よりも強く物質の分子構造を変える新たな化学物質の誕生です。ああ、やったね、コバ。うん、ケンとピーチのおかげだよ。新たな化学物質の名前を決めてください。ケミカル X よりも強い化学物質だから、ケミカル Z。 決定ですか、ケン、どう思う？ケミカル Z、かっこいいんじゃない？よし、決定だ。国際化学連盟に登録します。登録しました。やった。氷だ、こんな季節に。どこもすごい氷だ。一体どうなっているんだ、メイヤー師匠。おお、ユートニウム博士、ちょうどよかった。手を貸してくれ、とんでもないことが起こってる。とんでもないこと？そうだ、東京シティ湾海上に謎の巨大氷山が出現した。このままでは東京シティは南極化してしまう。青山や六本木、原宿、渋谷、浅草や巣鴨がペンギンの街になってしまうぞ。市長、そういうことではないと思います。じゃあどういうことだ、ミス・ベラム。この異常気象は東京シティだけでなく、エジプトは吹雪、モスクワは45度の炎天、ベニスでは雨が降らず、エアーズロックでは連日大雨に見舞われています。大変だ。パパ、じゃなくて博士、早速ケミカル Z を使いましょう。まだダメだよ。ケミカル Z を使うには、うんと研究と実験を重ねてからでないと。ああ、ケミカル Z がない。あ、ケン、待て、まだ早い。窓オープン。ケン、やめなさい。パパ、何あの光は。安くて美味しいデザートは放課後の楽しみよね。あ、バスケット部の伊藤先輩、素敵。あ、サッカー部の斉藤先輩。あ、山崎先輩。こんなこと続けてもキリがないから、やめた。さあ食べるぞ。綺麗ですね。お供してもいいですか。ありがとう。ありがとう、結構です。今度一緒にテニスやりませんか。ごきげんよう。これもいいな。わあ、綺麗なシャボン玉。こんな色の服があるといいですわ。
敵な服いつ買ったのかしら。やっべパワードのピーチが喋れるようになっている。黒い光はどこに？バイチャ？バイチャ？バイチャ？地球を征服してみせるマジャ！なんだかわからないけど、私にこんなことができるなんて知らなかった。あ？大変だ！早く逃げろ！動物園から猛獣が！どういうこと？さあ行き！こんな狭い檻に閉じ込めやがった！人間どもに復讐する時が来た！まじゃ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 ！なんだ？この甘い匂いはどこからだ？まじゃ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 ！私にこんなことができるなんて。もじゃ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 。何あいつ。あ、ドキドキドキ。もじゃ、甘ったるい匂いはこれかもじゃ。ちょっとあんた、クリームサンドに対して失礼よ。クリームサンドクラッカーはね、最初にクラッカーの塩味とクリームの甘みのコンビを楽しんで、それから塩味のクラッカーを食べる。これを交互に繰り返す。あんたもやってみなさい。もじゃ。もうやめられなくなるでしょう。これが正しいクリームさんのクラッカーの食べ方。わかった？ほんとおいしい。あ？まずい。こいつはどう見たって悪役のモンスターだ。猿なのに喋っているし、黒いオーラ出ているし、臭いし。ってことは、ピンクの私は悪党をやっつける正義の変身ヒロイン？日本の常識ってやつ？まずいぞ。こいつはどう見たって正義の味方もじょ。白く輝くオーラが出ているもじょ。それに甘くていい匂いがしてやがるもじょ。しかし、突然喋れるようになった俺様は極悪モンスターだ。世界の常識もじょ。ことは？バタイス！うわっちょ！ほらほらほら！うわぁ！パパ、ヤー博士、これがケミカル Z の反応ですか？不可解だ。私の想定外の反応だ。マジャいくら正義のための戦いとはいえ、こんなに街を壊していいのだろうか。魔女とどめだ魔女。見える魔女。さあ、こっちよ。一列でね。一応、東京シティの平和は守られたわ。君、
こんなに壊されちゃ困るんだよ、街も車も。え？東京シティ市長のメイヤーだが。すいません。くい、待ちたまえ、君。可愛くて似合う洋服がただなんてとっても幸せ気分。いくらただでもスカートじゃスケボーできねえよ。何見てんだよ。大変なことになってしまった。普通の女の子がケミカル Z のパワーでとんでもないことに。でもパパじゃなくて博士、彼女たちのパワーはすごい。かっこいいよ。よし、すぐ連れてきて調べなきゃ。待ってたわ。こうして私たちパワーパフガールズ Z は誕生したのです。できるなんて感激ですわ。もしかして同じ格好しているあなたも私と同じ変身ヒロイン？フィクション。スカートのせいで風邪ひいちゃったよ。仲間が揃ったら当然レッドの私がリーダーね。あのお猿さんもお仲間ですか？出ました、パワーパフガールズレッド。ホームカバブルスその1その2、超カラフル日本立て、ポップでハッピー胸キュンスマイル。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。